ピウス6世は、ローマ教皇。本名は、ジョバンニ・アンジェロ・ブラスキ。在位は24年と長かったが、フランス革命とそれに続いて起きたフランス軍の教皇領占領によって、ローマを追われ、失意のうちに亡くなった。チェゼーナの貴族の家に生まれ、法学の学位を持っていた、ブラスキは、はじめ、ルッフォスーキ教の秘書として働いていた。 そこで、ナポリオ王国の宮廷との折衝に活躍したことで、教皇ベネディクトゥス14世の目に留まった。ベネディクトゥス14世の秘書として、さらにサンピエトロ大聖堂の聖堂参事会員に任命されたことを皮切りに、クレメンス13世、クレメンス14世と三代の教皇に仕え、順調な永進を遂げながら1773年に、数奇教に任命された。 強行ピウス6世の文章クレメンス14世死去に伴うコンクラーベはヨーロッパ諸国の思惑に左右されて難航したが最終的にスペインやフランスが意義を取り下げたことによってイエズス会の諸遇問題に関しても恩恵派と見られていたブラスキが新強行に選出された1775年2月15日のことであった当時ヨーロッパ諸国がナショナリズムを強め 冒険のもとに国をまとめていこうとしたとき、国境を越えて自由に活躍し、教皇への忠誠を誓うイエズス会の存在が目障りなものとなっていた。そのため、イエズス会は弾圧の対象となっていた。ピウス六世を名乗ったブラスキの教皇職は当初から難問が山、まず彼を支持した昭化反イエズス会派はイエズス会へのさらなる処分を期待していた。その一方で、 親イエズス会派も新教皇がイエズス会の解散処分を緩和するのではないかという期待を持っていた。相反する二つの期待の間でピウス六世が中立的態度を決め込んだことで結果的に両派からの信頼を失うことになった。イエズス会員たちの一部はロシアに逃れ、そこで密かに会を存続させた。さらにガリカに住むの一形態である。 フェブロニウス主義の交流がピウス6世を圧迫した。これは神聖ローマ皇帝ヨーゼフ2世が、伏神のカウニッツと共に、自国の教会統治の原則として取り入れたもので、教皇権は地域主教の権限に及ばないという思想であった。ピウス6世はなすすべもなかったが、皇帝の弟レオポルド大公の治めるトスカーナ、大公国にまで、 フェブロニウス主義が波及するに及んで生還できなくなり、1786年のピストイアでの司教会議で、ピストイアとプラートの司教スキピオデルリッチを事態の元響として弾劾した。しかし、ピュース六世の知性で起きた最も大きな事件は、1789年のフランス革命であった。教皇は革命によって伝統あるフランスの教会が敷いたげられて、 人民政府は反協会を旗印にし、協会財産を国庫に没収した上、パレロワイヤルでピウス六世の肖像画を焼いた。1791年にはアビニョンが没収された。さらに1793年1月、ローマにおいて共和国政府の施設ユングドバスビユが殺害されると、国民議会は、教皇が事件の黒幕であると断罪し、 ナポレオン・ボナパルトを司令官としたフランス軍が強行領に侵攻した。強行軍は敗北し、ナポレオンの前に膝を屈することになった。事態はここで終わらず、1797年12月28日にローマで勃発した暴動によって、フランス軍司令官デフォーが殺害されると、フランス軍が再び強行領に侵攻して、これを占領した。フランス軍は、 ローマ共和国の成立を宣言し、教皇の退位を迫ったが、教皇がこれを拒否したため、事実上の捕虜として、イタリアからフランス各地を転々とさせられ、七百九十九年八月二十九日に、バランスで失意のうちに世を去った。死後に行われたコンクラーベで友人のルイジキアラモンティが、翌1八百年三月十四日にピウス七世に選出された。ピウス六世の時代。 経済政策の失敗により、ローマ教皇庁の財政難が加速したが、教皇自身は、レオ十世のような芸術と、公共事業の被護者たることを志していたようである。有名なバチカン美術館は、このピウス六世の発案である。ウィキメディアコモンズには、ピウス六世に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。